もしもし亀よ、亀さんよ、どうしてそんなに遅いのか。亀のようだったよ。どうしてあんなにゆっくり走らなきゃいけないんだ。私はドジでノロマな亀です。世界一のサーキットを走って走って、思い切ってマックスの胸の中に飛び込んでもいいでしょうか。教官。え、これは辛いソース。いや、どっからどう聞いても堀ちえみでしょ。堀ちえみ分かるやつおじいさん。僕らの世代でも全然分からないですから、ギリギリ。もう名作じゃないですか、出張です物語。今出張ですって言わないもんね。キャビンアテンダント物語になっちゃうから、再放送しようと思ったら。確かに、ね、あのマックス選手がマーチンのセーフティーカーがあまりにも遅くて、うん、あいつはカメかっていう、まあ、おっしゃったっていうね。実際あの、まあ、メルセデスとマーチン、まあ、2種類セーフティーカーアストン・マーティンですからね、正式名称ね。アストン・マーティン、アストン・マーティンは、正式表記は、あれだ、あの2台はスピード違う、まあ、違うんじゃないですか。あ、違うの、うん、まあ、特に今年のメルセデスのセーフティーカー新しくなって、もうメルセデス、ね、ガチガチの、うんうん、GT3 なんで、うんうん、なんかすごいのめっちゃ来てるよね。めっちゃ、まあ、ベースは今までと一緒なんでしょうけど、うん、まあ、ガチガチのなんか、ね、うん、GT3 みたいになってるんで、うん、あ、まあ、早いっすね。アストンさんが遅いというよりは、メルセデスが変わってないですからね。メルセデスが速くなっちゃった。去年お前文句言ったんかいっていう、文句言うだったら去年から言っとけよっていう話じゃないですか。うん、メルセデスが速いっては言わないですよね、マックス。メルセデス嫌いだから、まあ、もちろん、映像とか見ててもなんかやっぱセーフティーカー入ると、ね、遅いんだろうなと思うけど、うん、あれ逆にセーフティーカーのオンボード見るとめっちゃ速いじゃん。そうそう、限界で走ってる。ね、相当滑らせながらギリギリで走ってる。走ってるでしょ。まあ、重量とかね、うん、そのグリップ、まあ、マックスが言ってたのは、その遅えよって、そのストレートで140キロで走んじゃねえよっていう遅さと、うんうん、あとそのダウンフォースやっぱ足りてないよねって、あのアストンは、メルセデスに比べると、うん、まあ、もうちょっとダウンフォースつけないとコーナー早く走れないんじゃないのっていう言い方は、すごい、それは、うん、そんなこと言っちゃう。それはだからちゃんとすごく、あの、うん、適当に文句言ってるわけじゃなくて、見てる、ちゃんとどこがどう遅いっていうのを見た上で打ってる。もちろんコーナーで どれぐらいの速度域のコーナーで、うん、メルセデスはこれぐらいで走ってるけど、うん、アストンはこれぐらいでしか走れてないっていうのは、後ろで走ってる人は分かってるからね、ここで自分のところにスピード出てるから、うん、そういうのも含めてもうちょっとコーナリング性能ないときついんじゃないのっていう話だとは思うんですけど、ただまあ FIA がもちろん反論はしてるのは、そのセーフティーカーがそもそも速く走るとか、後ろに走る F1 マシンのスピードをキープするために入れてんじゃなくて、コース上で作業するマーシャルのために入れてんだから、あー、そっか、速く走る理由がないんですよ。そうかそうか、安全性を確保するためにゆっくり走るために入れてんだから、ゆっくり走るために入れてるわけね。なんで遅いって、いや、ゆっくり走ってますからっていう話なんで、そういうことね。そうそうそう、だからそこはちょっとその批判の仕方がちょっとまあ違うというか、はいはいはい、もちろん遅すぎんじゃねえのっていうのがマックスさんの意見で、その何も事故がないところでストレートで140キロで走られたら後ろはたまらんわと、こっちはね、それこそ2速でちょっと踏んだだけで140出ちゃうから、ビヨンって、そんなんじゃ走れないわっていう、ちゃんとメリハリつけてよっていうのは言いたかったんでね、だろうけれど、まあ、それぞれ、まあ、やっぱ作業が終わるまでは、それこそだって、じゃあ事故が起こってるのが例えば15コーナーです。で、3コーナーとか4コーナー全く問題ないから、セーフティーカー全開で走れますってやると、その分周回数進んじゃいますからね。だからまあ、どうせなら作業やってる間はゆっくり走った方がいいですよね。15コーナーでゆっくり走んなきゃいけないんだったら。ああ、そういうことね。だもちろん VSC みたいな、ああいうので全部やっちゃえばいいんじゃないかっていう考え方もあるけど、VSC は早いんでしょ結構。VSC はそうですね、 70% の速度、うん、まあ、もしくは 60% の速度で走るんで、言うて早いです。あれは、うん、300キロのところは200キロ出してるわけだから、うん、危ない危ない、うん、そんな作業してるそんなところでね、作業されたら困るんで、うん、だからまあセーフティーカーが必要っていうのは確かなんですよ、その場面場面に応じて。それこそ、うん、じゃあデブリがある、デブリが散乱してますんだったら、ちょっとこっちに避けて走るとか、ピットレーン通るとかっていうのも、まあ、セーフティーカーがいないとコントロールは難しい。あ、そういうことね。ただ後ろで走ってるドライバー、 F1 マシン乗ってる人たちが遅いって感じるのは、要するにこんなゆっくり走られるとタイヤも冷えるしブレーキも冷えるし、で逆にエンジンは冷却できないしで、まあ、困ると、まあ、要するにレーシングスピードとあまりに違いすぎると、そもそもそんな速度で走るように車は設計されてないから、
これだと逆にリスタートの時が危ないよっていう話なんですよ。140キロで走られると全然熱入んないよと、うん、ブレーキ温めるのにもやっぱある程度速度上がってガンブレーキ回らないと熱入んないから、はいはいはい、だからストレートで140キロしか入らない走らないとブレーキ踏んでもふわっとしか踏めないんで熱入んないでしょっていう、それはそれで分かります。だからそれは事故の処理やってる間はゆっくり走る140キロで全然いいと思うんですよ、うん、でリスタートする前にちゃんと各社がタイヤとブレーキに熱が入るようにちょっとペースアップした周回が2周ぐらいあってリスタートでいいと思うんですよね。その辺もちょっとなんかチーム側が必要としてることと FIA 側が必要としてることをもうちょっとすり合わせて、じゃあこういう風にやりましょうと、リスタートに向けて2周はちょっとペースアップして走りますとか、まあ、VSC で走ってから会場とかっていうのでもありかなと思いますけどね、うん、セーフティーカーも一応なんか定義みたいなのがあるの、こういう車じゃなきゃダメですよみたいな。細かい定義はないですね。だから一個一個そのもともとだってセーフティーカー提供したいですっていうメーカーはそんなにいないでしょうから、うん、いきなりトヨタがうちのレクサスをとかは言わないじゃないですか、うん、あのハイパーカーとか LMP2 がやったらいいんじゃない。それだとそのセーフティーカーそもそもその、うん、あそうか雨降ったりとかでも走れる車みたいに、うん、セーフティーカー LMP2 が高速しちゃうんですね。F1 よりも車高低かったりするんですよね。また高速しやがったってなっちゃった。くるくるくるって出ちゃうんですよね。まあだからね、市販車だとちょっと遅いけど GT3 ぐらいだとまあ早いんですよね。ちょうどいいし、まあ、車高も F1 よりは高くて、まあ、雨でも F1 よりはちゃんと安全性保って走れるかな。ああそうだね、土砂降りの時なんかも出てくるもんね。まあアストンのその使われてる車がどれぐらいの性能なのか僕は知りませんけど正直、うんうんうん、まあだ本当に問題があるんだとしたら去年から問題って言われてるはずですよね、うんうん、去年から使われてる。そうだね、うん、アストンが遅いっていうよりは、まあ、それも多少はさっきマックスが言ってたみたいにあるとは思うんですけど、コーナリング性能とかね、なんとなくまあ動き見ててもちょっと車重そうだなっていう感じはしますからね。ただまああのそうですね、その本当に速くなきゃいけない部分っていうのはまあさっき言った通り、レースに向けてリスタートに向けてタイヤとブレーキに熱が入るようにするっていうその周回をちゃんと設ければいいとは思うんですけどね。だからまあセーフティーカーが遅いっていう、まあ、みんな文句、別にメルセデスに対してだってハミルトンも言ってましたからね。 あとほら、まあ、F1 マシンはバンって踏むとバーン加速するじゃないですか。それに対してセーフティーカーの加速はやっぱ違うし、もちろんブレーキ踏むとこも違うし、まあ、僕らゲームでやってても、その、ね、一定の速さで走ってもらわないと、まあ、どこで加速されるか減速されるか分かんないと、やっぱ急に減速が確かってなってきて、ゲームでもセーフティーカー入るとみんな叫んでるもんね。そうそうそう、うわーっつって変なところで変な速度で走られると難しいですよね、やっぱりね。そこに太郎なんかがいたらもっと大変、もっと大変。太郎自体がエクセントリックな動きするから、そう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 、セーフティーカーより遅いからね。そういうことですね。だから車自体がまあ遅いのもちょっとあるけど、それだけじゃないという、もうちょっと解決方法はあるんじゃないかなという気はしますけどね。まあ、ドライバーは一緒ですからね、セーフティーカーのドライバーはね、ドライバーが遅いわけじゃないし、もちろん、そうだ、ね、下手なわけでもないし、だからまあ見張りつけて、まあ、作業してないところでは頑張って全開で走ってねっていうのがマックスさんが言いたかったことなんですよ本当は。まあでもそれがいいかと言われるとちょっとそうでもないような気はしますけどね。あ、そうなのね。じゃあもうセーフティーカードライバーと F1 ドライバーで討論会やるしかないよね。まあ、FIA のそのセーフティーカーを選定する人、じゃあ俺のマーティン乗ってみたらええやんけみたいな、じゃあお前が乗れやがって、うん、俺 F1 乗ったるわみたいな。前のマックスが遅いってセーフティーカーね、うんうん、まあ、おっちゃった、ありまくっちゃったね。それやるしかないよね、うんうん、お互いの気持ちをの車乗り換えてみたいな。マックスが乗ったら早かったりして、あれ早いじゃんみたいな。全然早いわ、追いつけねえみたいな。全然早いわ、コーナー全然早いわ。そういうの、まあまあそれに近しいことがワンチャン起こりそうで怖いよね。もうちょっとリア軽くしてオーバーステア傾向で、ね、みたいな、あのスピードで曲がっちゃうんだ。全然セーフティーじゃないです。限界でプッシュしちゃってる。ああちょっとそれはあるかもしれない、うん、ちょっとやめとこう。まあそういうことでね、あのセーフティーカーは決してあの遅く走ってるわけでもないし、実際はね速く走ってますんで、まあ、どっかであのセーフティーカーの映像拾って見てみてください。はい、ありがとうございました。